ウィリアム・マリニュー・バイ・ P ・シムズ・モリヌークス問題は、哲学問題の一つ。弁護士で、工学研究の専門家でもあるウィリアム・モリノーが、ジョン・ロックに当てた書簡の中で示した疑問で、触覚、視覚による、認識の違いと経験についての問いである。概要は、球体と立方体を触覚的に判別できる、先天盲者が、海岸手術を受けたとき、海した盲人は、 四角だけで球体と立方体を判別できるかというものである。妻の失明を経験した森ヌークスが尊敬していた、ジョン・ロックにこの疑問を手紙で送ったのは、人間知性論の勧告以前であった。ロックは、人間知性論の初版ではこの疑問を取り上げなかったが、森ヌークスから二度目の手紙を受け取って、第二版でこの問いを紹介した生まれつきの盲人が、 成長する中で、同じ金属でほぼ同じ大きさの立方体と球体を触覚で区別することを学び、触った時どちらが立方体、または球体であるかを言えるようになったとする。そして今、この盲人が見えるようになったとする。とい、盲人が見えるようになった今、テーブルに置かれた立方体と球を、それに触る前に、視覚で区別し、どちらが球体で、 どちらが立方体なのかを言えるかの手紙。海岸下盲人は距離の判断ができるかがロックに当てた最初の手紙より、類似した問題は12世紀初期にイブントファイルによっても提示された。これは彼の著書、ヤクザーンの子、ハイに見える。しかしながら、トファイルは主として形ではなく色を扱ったという違いがある。 デカルトボディフィジーク1この問題は、立方体、球といった幾何学的概念は、経験によって獲得されるのか、それとも幾何学概念は、一般的概念と同様に先天的に備わっているのか、という伝統的な哲学問題と関わっている。特にデカルトが、屈折工学で、盲人が、 対象の大きさを認識するときに杖を交差させて、対象に触れその角度によって判断することを挙げ、眼球が光線の交差を使って対象の大きさを認識するとしたことが森の行クす問題の前提にある。デカルトが触覚と視覚に類比関係を立てたこと、および二つの知覚を幾何学的観念のもとに還元したことに、ロックは反対したのである。 幾何学的概念も、知覚という経験によって形成されるのであって、先天的に備わっているのではない、というのが、ロックにとって、森ヌークス問題の主眼であった。この問題は18世紀のイギリス・フランスでホットな、問題として盛んに論じられ、その後一種間隔間の問題として展開され、広範囲に影響を及ぼしながら、今日に至る。 視覚の様式と事実認識の関係については、現在でも、脳科学やメディア工学の領域で、クロスモーダルの研究として進行形である。また、モリヌークス問題は、当時の哲学者たちがこれにどう答えたかによって、それぞれの哲学的個性が浮き彫りになった点でも、興味深い問題だった。コンディアック・ディドロビューフォン・ウィリアム・チェスルデン1688 1752。 ジャック・デビアール1693から1762、海岸者は13歳の先天性白内障の少年だった。当時の海岸手術は白内障だけで、光が網膜に届くのを邪魔している白濁した水晶体を針で眼球の中に落として邪魔者をなくし眼底まで光を通す、という期限前から行われている追加法だった。手術の歴史は長く、 それなりに確立した主義だったが成功する保証はなかった。少年の手術は成功したが、海岸直後の報告では彼は対象の区別ができず、当然距離もわからず、すべての対象が目にくっついてるように感じた。少年は、術前から昼夜はわかり、光が強ければ、白と黒と黄色を判別できる程度の指導は持っていた。が、 海岸直後それらの色は異なって見え、少年は色と色名を結びつけられなかった。こういった報告は地元のバークリーのみならず、ボルテールによってフランスにも伝えられ、コンディアックもディドロもモリーヌークス問題を論じた著作の中で取り上げた。ダビエル式白内障手術法目の構造図。ありがとうございます。